さあ、続いては古代東北一円に存在したと言われる荒はばき王国、ここの住民の神荒はばきの姿が亀ヶ丘縄文遺跡から出土した異星人の形をした遮光器土偶ですね、遮光器土偶そのものだと言われています。異星人を神として祀った幻の荒はばき王国は実在したのでしょうか。まあ私もその行きましたよ、青森ね、亀ヶ丘も行きましたし、三内丸山古墳も行きましたし、遺跡ね、で、まあいわゆる津軽外三軍師その他いろいろ、まあ荒はばきって神様ね、でこれ実はこの遮光器土偶ってのは、まあ、例外、まあ、一部例外はあるけどほとんどは割られてるんです、わざとね、自分の神様割るやついませんからね。でどうもこの姿を見ている限りというか、つぼけ族とかね、要は2つ最終的には東北蝦夷にはね、もともといた民族の後にやってきた民族がいましてね、この両方が戦争したってことが、まあ、古文献には書いてあるんですよ、でどうもね、負けた方の民族がどうもこの格好してたと。でこのスリットが入ってるのね、でこうやってロボコップのようなああいうもんですよ、で実はこれを使っていた民族がエスキモーなんですね、まあ、今はイヌイットっていうのかな、いわゆる雪面にならないように光が強いですからね、こう抑えるためにこう細くね、でああいうゴーグルのようなものをかけてるわけです。でそれから見るとこの亀ヶ丘の土偶は、どうもこのイヌイットの人たちという見方が出てくるんですよ、ね、で面白いことにこれが飛鳥情報なんですけどね、東日本側と西日本側は出どころが違うんです。西日本側は今の台湾のあたりのユーラシアのとこから剥離して、でフィリピン海プレートの北上によって上がっていったんです。